温泉に着きました。月曜日やったんですよね。南阿蘇森の音楽祭がだいたい金土日であって日曜日にだいたい九州でもう一日終わるんですよね。日曜日の朝に解散してるんだから、こんな早くにここにたどり着いたのは今回初めてと言っても過言ではないんじゃないですか。リオ太郎です。リオ太郎。リオ太郎。祭り好きのリオ太郎。はい、リオ太郎です。リオの申し子、リオ太郎です。全然ブラジル関係ない。全然ブラジル関係ない。これほら、松竹映画のような、この松竹映画のようなこの波ですね。そうですね。昔ここでエイみたいな、エイ。エイ見た見た、うん、本物のエイね、ザッパー、あれがあれあれじゃねー。あれですよ、絶対海見えるよね。絶対海見える。ここに更新作っていいわけない。わけない。あれで壁こんな高かったらびっくりするけどね。ある意味びっくりするな。いや、ほんまずっと来たくて来られなかった。もうね、ずっと空振りやと。いい。なんか急に顔が出てきた、ね、今自分撮り自分で撮ってはってカメラの向こう側に行くときに急に笑顔になりましたからね。今その瞬間見えましたね。もう見えたね。今面白かった。もうさあ映るぞー言ったときに急ににちゃーって笑いましたから。そっちですね。あ、そっちですね。はい、そうです。はい、スタートしていけなくて自分の息子のこと言ってるわけね。自分の息子のことクソ虫って言う。スタートクソ虫って話でしょ。でもクソ虫今運転してあるみたいですよ。ブーリー号本州に入ってからは良かったですね、うん、まあほんまかどうかな。そんなわけで潮騒の絵に行きます。はい、リオ太郎でした。